こんにちは。今回はですね、ユークハウスが所有しているソプラノのウクレレ5本。5本の出音を目隠しで聞いていただいて、特定の機材の音を当てるっていう企画です。題して、聞きレレ会ですね。ぜひお茶とお菓子を用意して、のんびりとご覧いただければなというふうに思います。ウクレレの出音を聞き分けられるっていうのはかなり自慢していいスキルだと思うんですよね。例えば、その木材の特性なんかを分かってないと多分答えられないと思うので、全問正解した方にはですね、レレ線形、免許皆伝をお授けいたします。さて、今回登場するウクレレはですね、この5機種ですね。順番に簡単に紹介していきます。まず A の機種はフリーです。トップ材はバーチの合板を使ってます。バックサイドに ABS 樹脂を使ってますね。トップ材はサテンの塗装がかかってます。次 B、イズの薄レレです。トップ材スプルースの合板、バックサイドがサペリの合板です。グロスの塗装がかかっています。次 C、カカの KUS26D ですね。トップ材がスプルースの単板に、バックサイドがマホガニーの合板、サテンの塗装がかかっています。次 D、ビッグアイランドです。オールマンゴー単板で、グロスの塗装がかかったモデルですね。最後 E、マブハイの MTS ナスカですね。これマンゴーの単板ですね。オールマンゴーの単板です。で、薄レレになってまして、塗装はサテンの塗装です。ちなみに弦なんですけれども、1本を除いて全てワースのブラウンミディアムを貼ってあります。1本だけ、イズだけですね、オルカスのミッドを貼ってあります。全部同じ弦にするとちょっと難しすぎるかなと思いましたので、1本だけオルカスが入ってるって点にご注意をください。ではここからですね、ウクレレが見えないようにして、ランダムな順番で音出しをしていきますね。一通り聞き終わったところで問題出しますので、皆さんこれだって思う答えを回答してください。回答方法は後ほど説明します。で、最初のウクレレです。2台目のウクレレです。3台目のウクレレです。4台目のウクレレです。最後のウクレレですね。最初の問題ですね。第1問。イズの薄レレは何番目のウクレレだったでしょうか？右上にですね、選択肢が表示されます。その中から選んでみてください。巻き戻って検討してみてもいいですよ。イズは他の4台と違う点がありましたよね。その点についてよくもう一度思い出して答えてみればそんなに難しくないと思います。次は問題というよりアンケートですね。5台ウクレレの音色聞いてもらいましたけれども、ご自分が一番好きだなと思った音色どれでしたか？1から5の数字で、
選択してみてください。一番好きだったなと思う音色を選んでみてください。第2問です。第2問は、4番目に演奏したウクレレ、4番目に演奏したウクレレは何だったでしょうかと、っていう問題ですね。 A から E の記号でお答えをください。答えの選択肢は右上のリンクから選んでくださいね。波形をよく見てください。他のウクレレとかなり違ってます。場合によってはその、他のウクレレの過去のレビューを見ていただいてもいいかなと思います。はい、巻き戻して見ていただいても当然 OK です。さて、ということでですね、演奏した順に正体を明かしていきますね。まず1番、こんな音でしたね。1番は、はい、ビッグアイランドでした。オールマンゴー単板のウクレレですね。こんな音がしたわけですね。はい、じゃあ2番目、こんな音でしたね。2番は、はい、伊豆の薄れでした。はい、こんな感じです。3番ですね、この音でしたね。3番は、はい、マブハイの MTS ナスカですね。かなり中低域のまろやかな音が出てますね。意外なことに薄レレなのに、という感じです。次、4番目のウクレレです。はい、こんな音でしたね。4番目のウクレレは、はい、フリーですね。バック ABS 樹脂のフリーでした。はい、こんな感じです。最後のウクレレです。最後はカカの KES26D ですね。スプルース単板トップのウクレレです。はい、ということで、実際結果の確認をいただいて、案外意外だったってこともあるんじゃないでしょうか。この機材ってこんな音だったんだ、比べてみるとこんなに違うんだっていうふうに感じられたと思います。で、最後にですね、ちょっと確認というかですね、一つアンケートを取りたいんですけども、自分が思ってた音色と全然違った、いや、すごい、要するにすごく意外だったなって音がしてたウクレレってどれでしょうか。自分が一番意外に思った音色のウクレレ、それを右上の選択肢から選んでみてください。自分が一番意外だった、場合によってはこんな風に意外だったよっていうコメントがあればですね、コメント欄に書き込んでいただけると私も参考になりますので、ぜひお願いします。またこんな機会があればですね、ぜひやってみたいなと思うんですけども、お楽しみいただければというふうに思います。ありがとうございました。